中京大学本源寺物語とは、中京大学に所蔵されているために、中京大学本と呼ばれる、源氏物語の写本のこと。別本の本文を持つ五冊本源寺物語と、河内本の本文を持つ、大島河内本、源氏物語とがある。若名上下、橋姫、揚げ巻沢ラ日の五条のみが現存している別本の本文を持つ写本である。単に、 中京大学本という時には、こちらの写本を指すことが多い。この写本は、現在天理大学天理図書館に所蔵されている、無犠牲本源寺物語及び、有馬区本源寺物語に近い本文を持っており、室町時代末期から江戸時代にかけてという青表紙本が主流となった、時代以後に書者されたにもかかわらず別本の本文を持っているという得意な写本のグループに属している。 中でもこのうちの一つ、1546年の成立と見られる、無犠牲本源寺物語とは、中京大学本五冊のうち四冊の筆跡が、無犠牲本の一部を写している人物と、同一人物と見られるなどの点から見て、直接の著者関係にあるかまたは、愛前後して、同一な本から著者された関係にある写本であると考えられている。 本社本単独での本国本は存在しないが、下記のように、中京大学図書館学企業に本国文が掲載されており、また源氏物語別本修正に行為が収録されているためその本文を確認することができる。かつてコレクション性形書区で知られた、三井合名会社理事の大島正太郎の所蔵であったために、大島本の名称で、 後位源氏物語及び源氏物語体制に後位が収録されている54冊からなるからなる河内本の本文を持つ源氏物語の写本である。この河内本の本文を持つ写本は、などと呼ばれているが、こちらも単に中京大学本と呼ばれることがある。ありがとうございます。